秋といえば怖い話。こんばんは、世界童貞です。今回は急に意味がわかると怖い話実況をやっていきたいと思います。今宵も皆さんと一緒にパンドラの箱を開けつつ、この元祖考察系 YouTuber キリンの考察力を皆さんに見せつけていきたいと思います。では始めていきます。このアプリは意味がわかると怖い話を読んだ上でゾッとすると一番なるほど。意味がわかると怖い話を読んだ上でゾッとする一文やキーワードを探すことを目的としています。文章の中からここが怪しいと思った箇所を選択して回答する。正解すれば次のステージに進める。なるほど。そういうことか。では例題を見てみましょう。部活の合宿で肝試しをやったんだよ。一番上、4階の音楽室の前に花を置いてくるだけ。ちゃんと一番上まで登って花を置いて4回分の階段を降りて戻ってきたさ。はい。というわけなんですけども、部活の合宿で一番上4回。あ、わかった。4回分の階段を降りたら、地下1階に行くってことかな。あ、推測するボタンを押して、はいはいはい、キーワードを選ぶってことね。そう、4回分の階段が怪しい。回答する。お、正解。4階が一番上なのにもかかわらず4階分の階段を降りるというのはおかしい。なるほどね。よし。じゃあ行ってみましょう。はい、まずはステージ1。行きまーす。あ、なるほど。ステージ1の中にもたくさんお話があるんですね。はい、じゃあ一番最初のファイル1、悩み行ってみたいと思います。それは、ある夏の日の朝だった。朝起きたら息子が頭を抱えて悩んでた。それに驚いた母は泡を吹いて倒れた。次に父が倒れはしなかったけど、驚いて警察に連絡した。どういうこと？それはある夏の日の朝だった。おかしいぞ、これは。息子が頭を抱えて悩んでいるだけなのに、母は驚きすぎじゃないか、これ。わかった。これは、息子が抱えていた頭というのは、実はお母さんの頭。はい。つまり、スリーパーホールドをお母さんに対して決めてたんですね。そして、なかなかお母さんがタップしないことについて、息子はおかしいぞと。なぜ、失神しないんだと。ということで、頭を抱えて悩みながら、お母さんの首を決めていた。はい。そしてついに、それに驚いた母は泡を吹いて倒れてしまった。そう。そして父はもちろん倒れない。父は技をかけられていない。まあ、審判みたいな立場なんでね、父は。はい。なので、倒れはしなかった。しかし、驚いた。まあ、これは、よく考えると、総合格闘技での試合ではなくて、よくよく考えると、家庭内暴力であることに気づいた父は、警察に連絡したと。そういうことですね、つまり。はい、行きましょう。ということで選択肢、それは、何がおかしいかと言われると、全部おかしいんですけど、まあ、あえて言うとこれですかね。息子が頭を抱えて悩んでたところ。はい。回答。よろしい。正解正解嘘。なんで息子が持っていたのは他人の頭部。誰かを殺して頭部の処理に困って悩んでいた。その光景を見たら誰でも倒れる。父親の冷静な行動に脅かされる。なるほどね。はいはいはい。ということはまあ、僕の推理もまあ、当たらずとも遠からずといったところでしょうか。はい。まあ早速ね、この私考察系 YouTuber の考察力の一端をお見せしてしまったわけなんですけれどもね。はい、この調子で次行きましょう。はい。都内にあるとある病院で赤ん坊が生まれた。その夜、看護師さんが赤ん坊の様子を見てみると、赤ん坊は死んでいた。病院は事実を隠蔽するため、すぐに身寄りのない赤ん坊を用意した。出産の時、母親は意識がなく、自分が産んだ赤ん坊をまだ見てはいない。見た目が瓜二つな赤ん坊を選んだから、見破られることはないはずだった。次の日、母親は赤ん坊と対面するなり、鬼のような形相で叫んだ。こいつは私の赤ちゃんじゃない！はい、ということなんですけれども、まあ、今ね、気づいた。読んで気づいたんですけど、まあ、僕、結構なんて言うんですかね、文章を読むときって、いかにいい感じで読めるかっていうことを意識しながら大体読んでるんで、まあね、今私の頭の中にはですね、このファイル2のストーリー、一切入っていません。言葉の意味がですね、言葉を喋るのか、それとも言葉の意味を理解するのか、僕はですね、一つしかできない。どちらか一つしかできない。それが今、判明しました。はい。これが意味がわかると怖い話。はい。はい。ということで、もう一回読みます。一人で。はい。ちょっと待ってください。謎はすべて解けた。このお母さんは出産時意識がなく自分の赤ん坊をまだ見てはなかった。そして看護師さんは見た目が瓜二つの赤ん坊をわざわざ選んだにもかかわらず、それが偽物であるとバレてしまった。それはなぜかというと、このお母さんが赤ん坊を殺してしまったからである。推測行きましょう。フレーズを選べって言われると難しいな。これか？ちょっとわからん。あ、違う。いや、多分答えは合ってるはずなんだよな。あ、これかな？自分が産んだ赤ん坊をまだ見てない。これだ。これかな？違う！あれ？皆さん、こんにちは。あ、これかな？赤ん坊は死んでた。これかな？正解きた！本当の赤ちゃんじゃないと知っているのは病院関係者のみ。母親が自分の赤ちゃんじゃないと言ったということは赤ちゃんが死んでいると知っていたから。つまり、母親は自分の赤ちゃんを殺した。本当は産みたくもないのに産んでしまって、せっかく殺したのに別の赤ちゃんを用意した。なるほどね。これはなんか想像できたですね。まあさすが考察系 YouTuber といったところでしょうかね。ファイルさん、ある日、ワンワンとうるさかった隣人の犬を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。5年後、彼女が俺の友達と浮気した。俺はカッとなってその友達を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。10年後、たまたまバーで出会った女に金をせびられて女を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。15年後、昇格を競い合う同僚を殺した。死体は井戸に捨てた。次の日見に行くと死体は消えていた。20年後、介護が必要になった母親が邪魔になって殺した。死体は井戸に捨てた。ほう。ほうほう、なるほど。もう一回読み直します。全くわからん。井戸の中には硫酸が入っていたから。いや、違うな。わかった。この犯人は、妄想がひどかった。いや、違うな。違うな。わかんねえ。わかんねえ。なにこれわかんねえ。まあ、行くか。まあ、とりあえず行くか。あ、まだあったの？次の日も死体はそのままだった。お！介護は必要。母親だけはそのままだったんだ。あ！なるほどね。はあ、わかった、これ。この事件、すべて解決することができました。まず、この男は、かなりの殺人犯であるということ。そして、なぜ井戸に捨てた死体が次の日には消えていたのか。それはズバリ、その死体を毎回お母さんが処理していた。そして最後、お母さんが死んだことによってその死体を処理できる者がいなくなったというわけですね。そういうことでしょう。おそらく行きましょう。で、これどのフレーズを選べばいいのかちょっとわかんないんだよな。これかな？これでいいのかな？違う。これか。違う。これ？違う。ヒント。あと3回見ることができます。あ。何をしたら死体は消える。はい、そうでしょ？いや。だから合ってるんですよ。これかな？違う？なんでだ！これか！来た。ずっと母親が死体を片付けていた。でしょうね。そんな身勝手に生きていた子供の後処理してきたのに、介護が面倒になったから殺されなんて世知辛いよね。世知辛いのじゃ。片付けてくれる母親がいないからずっと死体が残ったままである。なるほどね。おーし。はい。っていうことでですね、今回はこれぐらいにしとこうかな。まあ、見事な僕の考察力がズバリ的中したところで、はい。まあ、また好評だったらやるかもしれないし、もう二度とやらないかもしれない。次もやるかどうかは再生数次第です。ということで、怖い話好きな方はチャンネル登録お願いします。では、アデュー。